ニコ生始まる前、櫛で2時間セット髪、俺でも髪の毛セットするの激早いよ。今俺髪の毛セットしてあげようか。めっちゃ早いよ。多分3分ぐらいでセットできるよ。測ってて。超早いよ。髪の毛セットするの。多分8時5分には終わってると思う。すでにセット済みだ、セット済みじゃない。まずバーってワックスつけんじゃん。ワックスバーってつけんじゃん。まあ俺ほんとこうやってつけんのね。ワックスバーってつけんじゃん。どうせ風呂入るから。バーって髪の毛、ワックスつけるでしょ。で、耳かけんじゃん。耳かけんじゃん。で、前髪つくんじゃん。で、毛束出すじゃん。毛束感出すでしょ。で、後ろバーってやるじゃん。で、バーってスプレーかけんじゃん。ちょうどこのまま街でよ。ケミキラ見てていいだろ。化粧配信みたいな感じで。で、あとはなんかもう適当に櫛でやるだけ、櫛っていうかなんか手でやるだけっていうか、もう大体終わり。大体終わり。早くない？何分ぐらいかかった？これだと固めるだけだよ。前髪を直せば終わり。俺髪の毛セットするの激早だよ、ほんと。ガキの頃からやってたからね。13C ぐらいからやってたからさ、激早いよ、ほんと。てか前髪切んなきゃダメだな。切りてえな。ちょっとバーシー。この辺が思ったらしいね。まあこんな感じだよ、ほんと。前髪重いな。前髪が重いね。もうなんか いつもの純ちゃんじゃない。この辺遊ばせて、なんか別に街に出ててもおかしくないような。横がおかしいな。なんかその家出る10分前からセット開始するっていうのが俺の通例。長さいいんだけど、ちょっと軽くすればいいんだけどな。今俺美容院好きじゃねえんだよ。髪の毛触られるの好きじゃねえの、他の人に。特に女に触られるの好きじゃなくてさ、好きじゃないんだよな。これであと固めて終わり。本当にいいじゃん。真似するように、みんな学ぶように。つくしんぼ見てていいだろ。つくしんぼ見てて、このままだよ今日。固めんのどうやんの、簡単だよ。これなんていうの、このアリミノのさ、このスプレーめっちゃいいから、グサッてやるじゃん。グサッてやって真ん中ジューってやるじゃん。もう終わり。これ上からかけると重くなるから。で、俺、ちょっとすごいナルシスト発言するけど、俺三面鏡あるのね、うちに。三面鏡。お、加藤隆見てかっこいいな、今日な。三面鏡があるから、それで後ろバーってセットして、横と後ろセットして。雑談しないからいいよ、しようよ。
しようぜ。しようぜ。ワックスなんかなんでもいいよ。ツバでいいよ、ツバペッてやって。カーペッつってやれよ。どうでもいいから。変わんねえや。適当になんか売ってるやつでいいよ。単ツバでいいよ、単ツバで。前髪横から持ってきすぎ？ああ、まあそうだね。俺でもね、センター分けとか似合わねえんだよ。なんか、やばくない？なんか中国人見てるじゃない？あ、俺あれしよう、ツイキャス始めたからおしゃれしてやろう、こうやってこれでやるわ、今日センター分けでいくわ。これ一番かっこいいからね、結局のところ初見実は何時間だよ、絵だって、前髪上がんないよ、今長いから。いいよ、髪はいいよ、どうでもね、短く切った方がいいよね。俺も短髪好きなんだけどさ、最近ちょっと伸びてきちまったんだよな。床屋大っ嫌いなんだよ。めんどくせえとき俺本当にカミソリできるからね、ピッ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 つってちょっと待って、俺マジで AV 大夫見てんじゃねえ俺 AV 大夫見てんじゃねえ一発仕事こなしてきましたみたいなさ、シャレにならねえからちょっとやめよう。